肝人池は日本古代に大和王権が朝鮮半島からのト来人に命じて大和国内に造営させたとされる池。大和市では現在の奈良県四季郡田原本町の唐子池に否定されている。肝人池については日本初期末期第十の王神天皇7年9月に高来人、九だら人、未真名人、白木人、波に来調理。時に、 竹内すくねに命して、諸の肝人等を、両いて、池を作らしむ。よりて、池を名付けて、肝人地と豪富と記述されている。また、古事記には、また、白木人参渡りこぬ。税を持ちて、竹内すくね命引き立て、私の包み地として、くだら地を作り木という記述がある。くだら地は、現在の奈良県北葛城郡高陵町くだらの地に、あったとされ、 肝人地とは別物であるが、これらの記述から水田の開墾や用水設備の建設を進める上で大陸の灌漑技術を大和王権が採用していった事情が伺われる。すなわち、古世紀代に巨大な前方公園墳を蓄造したように有力なトライ人を参加に収めた大和王権が大規模な土木工事を実施したことが判明している。ありがとうございます。